どうも、キューティクルでかい、沼田です。おー、しゃした。あんなぎ。オーバーディアクション。おー、風が感じたぞ。というわけでですね、今回、沼田旅の怖い話シリーズでございます。ケツに。というわけでですね、オカルト評論家、ミスター関を呼んでおります。こんにちは。どうもどうも。ミスター関、桜の堀へ行きなさい。重要人物、お前。今回の怖い話は、ある家族の家に住み着いた悪霊の恐ろしい話が存在するのね。というわけでですね、今回その家に住み着いた悪霊について触れていきたいと思います。これある男性が小学生の頃から現在まで続いている話なのね。まあ、この男性今年は23歳になると。で、小中高大学を出て就職して1年目なのね。で、小学生の頃、この男性には2つ下の弟がいたの。まあ、今もいるんだけども。小さい頃は、弟と同じ部屋に住んでて、で、お互いが小学校に上がった頃に、部屋の真ん中に壁を作って2部屋に分けたのって。で、小学校高学年ぐらいの頃、勉強机に向かって、なんかしてたら、決まって背後から視線を感じたのって。で、振り向いてももちろん誰もいないと。で、向き直って作業を再開するも、やはり視線を感じると。で、屋根裏べらからビニール袋を漁るようなガサガサした音が聞こえるんだって。小じきじゃない。どうやって侵入した。まあ、登ってみると上にも誰もいないし、で、物音よく聞いてみると、小動物が移動するような音じゃなくて、人間がビニール袋の中身を確認しているようなガサガサ音だと。ただ、嫌な感じも怖い感じもしないから、そのうち慣れて何も思わなくなってしまったと。身近な人みたいな。恐ろしいだろ。で、まあ、ああ、なんかいるんだな、程度で、中学生までなってしまったんだけども、リビングでテレビを見せたらしいよね。するとちょうど、この男性が見て、真横に畳の部屋があって、で、その畳部屋と廊下の間の扉が開いていたらしいの。で、そっから男の子らしき顔が覗いているのが、視界の端に映ったらしいの。で、この男性の弟が、すごい、かまってちゃんな行動をすることが多くて、まあ、また弟だろうと思って、内心イライラしながらも相手にはしなかったらしいのよ。ただ、いつまで経っても顔を引っ込めないんだって。だから、何してんだ、いい加減にしろよっていう風に、扉の方を向きながら行ったんだけども、そこには誰もいなかったらしいのね。もう、ただのバカになってしまったってことね。やってんのか、これ。で、視界の端といえど、確かにそこには誰かがいたと。ただ、そこで思ったのが、弟は部活で、両親は仕事に行って、家には誰もいないらしいのよ。まあ、その時本当に何が起きたか分かんなかったんだけども、ただ不思議と恐怖は感じなかったらしいよね。で、母親が帰ってきたからその話をしたらしいんだけども、すると母親も台所で作業をしてる時に同じようなことがあったらしいのね。お前もかって感じ。選ばれし家族だこれ。で、とある休日に母と私で家の掃除をしてると、母親の叫び声が聞こえたらしいのよ。で、慌てて声の聞こえた方に行くと、母親が座り込んでたらしいの。で、話を聞いて、廊下から部屋を覗いたところ、男の子が立ってたらしいのよ。くそすぎ。お前、子供嫌いか、お前。で、母親がびっくりして叫んじゃった。でも、怖くはなかったんだよねって言ったらしい。で、初めに見た時は、小学生くらいだったのに、なんか日を追うごとに成長してるらしいのよ。で、これはもしや、弟と共に成長してるんじゃないかっていうふうに思うようになったらしいの。で、まあ、この男性も、やがて大学生になって、家を出て一人暮らしを始めたらしいのね。出てくるんです。家出少年だろ。で、その、まあ、白い影の男の子は、家族の中で、白い兄さんっていう風に呼ばれていたと。白道お兄さんみたいな。お兄さんと一緒だろ、それ。で、初めての一人暮らしで、まあ、伸び伸びと一人の時間を満喫したらしいんだけども、ふと何かの気配を感じ、ベランダを見ると影がいたらしい。まあ、びっくりはしたものの、怖くはなくて、これは兄さんがついてきたのかな、ぐらいにしか思ってなかったらしい。二人入居。まあそうなりますよね。まあその後実家に帰省して、急に母が、最近兄さんいないんだけど、お前のところに行ってないって。これには思わず笑ってしまったと。で、3年間一人暮らしをして、大学4年生で実家に帰って、それから実家から通学したらしいのよ。すると母が、兄さんも帰ってきてるねっていう風に言ったらしいの。で、この男性も廊下を通る影を見て、あ、ちゃんと家に入れたんだなっていう風に安心したのを覚えてるらしいと。で、そして今は社会人になって就職してるんだけれども、一人暮らしを再度始めたんだけども、兄さんはついてきてくれなかったらしいの。やっぱ家が良かった。ホームシックだこれ。で、先月実家に帰ったところ、スーッと廊下を通る兄さんを目にしたらしいの。元気そうでよかったと。兄さんは働いてないんですか。兄さんは白いニートなんだよ。ただ父にはこの兄さんを見ることができなくて、俺にだけ会ってくれないっていうふうに寂しがってたらしい。白いじいさんになっちゃった。ただのじじいだな。